カジエリチャンネル。こんにちは、発信型メイクアップアーティストのカジエリです。今日は私の動画でもすごく人気な企画、眉動画でございます。今回は今っぽさを演出できるトレンド眉を紹介していくんですが、眉はその時代のトレンドを表したりだとか、顔の印象をガラッと大きく変える重要なパーツでもあると思います。今年は特にですね、まつげ一本一本にもトレンドが出てきたり、束感まつげだったりとか、こう眉毛の自然な立ち上がりを求められたりとか、とにかく毛に注目が集まったメイクが多いなっていう印象です。そういったトレンド感も交えながらハウトゥーを今回紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。では早速眉毛のところだけ落としてきました。早速なんですが、眉の最新トレンドからですね。今までだと誰々風のストレート眉とか、韓国風の平行眉とかって言って、時代に合わせて流行の眉毛っていうのがあったと思うんですが、最近はね違うんです。眉毛も多様性ということで、とにかく自眉毛を生かすっていうのがトレンド。私的には元から生えてる風な眉毛っていうのもかなり大事なポイントだと思ってます。自分の持っているその毛を生かして眉毛を描く、一番難しい難題がトレンドなんですよ。それが分からんから苦労してるんじゃいって思う方もいると思うんですが、実は意外と簡単。眉毛って形、色、質感で印象がガラッと変わってくるんですが、さらに今って自然な毛流れっていうのも大事になってきてるんですね。だから私はこの企画のために1ヶ月か2ヶ月ぐらい眉毛の処理を放置し、眉毛を伸ばしました。伸ばしてこれって感じですけどね。もともと私の眉毛の毛質はチクチクと一本一本太いタイプで、学生時代に眉尻をね毛抜きで抜いたせいで、もうね生えてこないんです。眉尻が、眉頭の方は割とこうしっかり生えてくるんですけど、眉尻はもう一生生えてきません。なので眉尻がない点だけはご容赦ください。その他は同じような毛質の方は特に参考になるんじゃないかなと思います。はい、では早速眉毛を描いていこうと思うんですが、まず使用していくのはこちら、ビセのアイブロウパウダーです。今回私が使用するのは BR2 のブラウンです。自眉を生かしてそれを延長させたような元から毛が生えてる風な眉毛を描くには、まず最初にパウダーを使用するのがおすすめです。色は正直何色でもいいです。自分の好きな色でもいいし、その日のコーディネート、メイクに合わせた色でも OK です。そしたらね、まずこちら付属のブラシが結構長めなのですごく描きやすいです。付属のブラシがこんな感じなんですが、この平筆になってる方、こっちをまず使っていきます。スクリューブラシで眉毛の毛流れをまず整えまして、そしてこの平たい筆の方で真ん中の色を取ります。でちょっと手の甲とかでポンポンポンってして色をなじませます。簡単に眉毛を描くコツとしては、眉毛をね分割して描いていくっていうのがポイントなんです。なので今回一番最初に眉中を描いていきます。このさっき取った中間色でブラシを長く持って斜め45度に差し込みます。こんな感じで、そしたらこの眉中に左右にサササーっとジグザグジグザグっと、割とね適当にザザザーっとやって OK です。ふわふわふわっと、これ眉中のみです。眉頭と眉尻にはのせないでください。眉中のみ。眉中っていうのは黒目のちょうど上から目尻のちょうど上のこの間ですね、この眉山あたりのことを眉中って言います。ここにザザザザササーっと横に滑らせて眉毛を描いていきます。このね、眉中だけにまず入れるっていうのがすごく重要ポイントです。そしたら次、私は眉尻がないので、眉尻はこの斜めにカットされてある方のブラシを使って、この中央の中間カラーとダークブラウンを混ぜて使用していきます。眉山から眉尻を描いていきます。これはなんかガイドラインみたいな感じで、私は結構色づかせたんですけど、下書きみたいなイメージで描いていくといいです。こんな感じで短くなってる方が外側に向くように持って眉尻を描いていきます。こんな感じ。そしたら次は眉頭です。眉頭は先ほどの平筆の方に戻って、この明るい色を取ります。これも長く持って眉頭のちょうどこの辺ですね、始まりの方に横にスライドさせたり、くるくるくるーっと外側に向かって回転させたりして眉頭をぼかしていきます。しっかり眉毛が生え切ってる人、もう眉頭にめっちゃ毛がある人はあんまりしなくていいです。ちょっと毛先にふわふわっと
パウダーが当たるぐらいで OK です。こんな感じでちょっとぼかしていきます。そしたら次にアイブロウペンシルを使います。ビセからね、新しいアイブロウペンシルが出てるのでそちらを使おうかなと思ったんですが、今回はこの慣れてるアイブロウペンシル S を使っていこうかなと思います。ここで重要なのがカラー選び。元から毛が生えてる風に演出するには自眉毛の色に一番近い色を使ってください。自眉毛の色を使うことによってよりリアルな毛を演出することができます。私はいつも使ってるこのダークブラウンを使用します。反対側がね、スクリューブラシになっててすごくぼかしやすいし便利なのと、芯がね、程よい硬さで本当に描きやすいんですよ。細さと硬さ、密着度がめっちゃ優秀です。あと崩れにくいっていうところ、でもそれでもってこのお値段なんですよ。これはね、1本持っておくべきだと思います。私の殿堂入りコスメです。ちょっと熱弁はさておき、進んでいきますと、今これふわふわっと眉毛を描いた状態になるんですが、ペンシルでは一本一本リアルな毛を描いて植え付けるようなイメージで描いていきます。一本一本毛が元から生えてますよみたいな感じで、トンシャトンシャ、これがねすごくリアルなんですよ。最初にパウダーで下書きすることによってすごくふわっとしたリアルな眉毛を演出できます。はい、こんな感じですね。そしたら次、この眉頭、私はね、眉頭のこの辺にちょっとポコッと穴があるので、ここに眉毛を植え付けていくんですが、眉頭を描き足したい時は上から下にこう差し込むような感じで持ちます。で、一本一本上に向かってこんな感じで植え付けていきます。こうやって下から上に突き刺すような感じで描くとすごくね、描きにくいです。こう上に生えてるように描くのは、だから上から差し込むような感じでこのように描くとしっかり植え付けられてるような感じで増毛眉毛が描けます。めっちゃ自然じゃないですか。そしたら最後に眉マスカラです。今年は特に毛が重要っていうのを先ほど言ったと思うんですが、さらに肝になってくるのが眉頭の立ち上がりです。はい、立ち上がり眉頭の毛の立ち上がりが眉尻まで綺麗につながってるかどうかっていうのがすごく重要になります。今回使うのはこちらのクリアタイプのビセブローリフトです。この眉マスカラは8月にビセから新発売されたものなんですが、毛流れをキープしてくれるのはもちろん、眉毛の毛が自然に立ち上がるように設計されてるっていうのがポイントなんです。すごく小回りが効くブラシになってて、眉尻や産毛などの細かい毛、短い毛まで綺麗に整えられます。これを使って眉毛の毛流れをしっかりと整えていきます。眉頭はこのように持ち上げるような感じで眉毛を立たせて、わかります？この立体感めっちゃ綺麗。私もともとさ、眉毛がしっかり生えてて一本一本が太いから全然癖つかないんですよ。なんかもう頑固でずっとなんかべっちゃーんってなりやすいんですけど、このビセの眉マスカラは見てしっかり立つんです。わかる？この根元からちゃんとこう上向きになってるの、これ私の毛でこうなってるのってなかなか珍しいです。優秀、ほんと優秀で、こんな感じで眉中まで毛流れを綺麗に整えましてですね、眉尻はないので私はちょっともうこのままこれで終わりなんですが、見て、めっちゃ綺麗じゃない？自眉毛やんって感じですよね。これがトレンドなんですよ。ちゃんとしっかり生えてますよって感じの眉毛を作るのが今年流でございます。で、眉毛を一本一本際立たせたことによってちょっとここに隙間、色ムラができたような気がしたので、これはペンシルで埋めていきます。これ塗った後もなんかパリパリになったりとか、ベタつかないところとかすごく良くて、しかもさ、眉毛にさ、しっかり張りが出たようなツヤ感みたいなのも出て、より眉毛一本一本が際立ってるのがわかりますよね。すごくヘルシーな印象になっておすすめです。反対側もちょっと早送りでやっていきますね。はい、今両眉完成させてみました。これならヘアカラーしてるしてないに関係なく、ナチュラルで抜け感のある眉が叶います。
この上にカラータイプの眉マスカラを使用したいっていう方は、このビセのブローリフトを塗った後、乾く前にカラーの眉マスカラを重ねると眉の立ち上がりもしっかりキープしてくれるのでおすすめです。私の場合はね、眉毛一本一本がチクチクしているタイプなので、ちょっとね、分かりづらい部分はあったかもしれないんですが、眉毛の一本一本が細い人や柔らかい毛質の方は毛の立ち上がりと立体感を実感してもらえると思います。あとはまばら眉で足りないところが気になる方も、ブローリフトで全体の毛流れを整えてあげると自然な眉毛が作れておすすめです。ビセのアイブロウシリーズは本当に優秀で、バリエーションも豊富で、お値段以上の使いやすさ、あと人を選ばず使えるアイテムが多いので、ぜひ今回使用したアイテムも参考にしてみてください。はい、改めてこんな感じに仕上がりました。トレンドとしては、自分の眉毛を生かす、そして毛流れが重要っていうことを覚えていただければ安心かなと思います。眉の細さだったり長さだったり形がどうかっていうよりは、自分のね、持ってる素材を生かして、眉頭の立ち上がりだったりとか、眉毛の毛流れをきれいに整えて作るっていうことです。で、私普段から使い慣れたアイテムはよく Amazon を利用するんですけど、こういった美容アイテムもぜひ参考にしてみてください。結構ね、すぐ届くから便利です。特に最後に使ったこのビセのクリアな眉マスカラなんて、色選びで迷う必要がないから、こういう間違いない系のアイテムみたいなのを買い足すのにすごく便利だと思います。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。